はい、皆さんこんにちは、紙工房のキングダムです。本日も録画の確認をしていこうかなと思います。今回は実況付きで確認していきます。で、まあスプラトゥーン2で、まあ、確認してるんですけど、まあ2、3年ぶり、まあ昨日も1回触ったんですけど、まあ2、3年ぶりに触ってるので、まあだいぶ下手くそになってる感じですね。で、スプラトゥーン2に関してはもう30時間ぐらいしかやってないので、あんまりですね。マップがわかんねえ。上か。ステージがわかんないですね。ちょっと久しぶりすぎてどうなってるか。まあでも割と、まあ仲間が良かった感じですかね、今回は。はい。まあ5キルっすかね、今回。ではでは続けていきたいと思います。まあ昔、まあスプラ1の頃は割と、まあ、スプラシューターコラボ、まあ、スシコラとかよく使ってたんですけど、まあ2でスペシャル変わってから、まあ微妙っていうか、あんま好みじゃなくなったんで、まあやめたっていう感じですかね。まあヤグラはよくこのノバとか使ってました、1で。ジャイロ操作がちょっとまだ久しぶりすぎて、すぎますね。ちょっとやりづらすぎる。エイムがちょっともう2、3年もやってないけど、
デス取られすぎっすね。距離か、あ、やばい。射程がね、ちょっとあんまりまだ思い出せない。こんな短かったっけっていう感じは。これはダメかな。今のこのナイス玉とか全く知らないんですよね、自分。あの、2は、最初、買って最初の方だけど。下手くそすぎますね、もう。今、ヤグラ B プラですけど、もう B プラの腕前もない。C ぐらいの腕前ぐらいしかないんですけど、今。今の実力はこんなもんっすね。まあそのうち、まあ、3出た時はちゃんと、もうちょっとやっていこうかなと思ってるんですけど、まあ、思い出すまで時間がちょっとかかるかなと。はい。ひどい結果ですね。じゃあもう少しやっていきます。まあ対人を思い出すんだったらあのガッチマッチとかの方がいいのかなと思って今ちょっとやってますけど、はい。矢倉の3戦目ですね。今何強いんですかね、敵としては。これ対応できないんですよね、今の実力だったら。昔だったらまあまあ、B プラ隊ぐらいだったら割と余裕でやってきたんですけども。
ぱやめた方がいいかな。動きが悪すぎる。さっきよりはキル数増しすけど、ダメっすね、少すぎますね。でちょっと武器変えてラストゲームかやっていこうかなと思います。何がいいかな。まあ寿司コラでいいか。昔よく使ってガロンとかは使ってましたね。他で言うと、
これか。うん、ミサイルね。これで死ぬかな。死ぬ要素ないんだけどね、普通マルチミサイルで。何回もマルチミサイルでやられてますね。あんな当たる要素ないんだけどね、マルチミサイルって。ボムとマルチミサイルしかほぼほぼやられないっていう。
はこんなもんですね。はい、また一からやっていこうかなと思います。はい、ではでは、次はスプラ3の方でお会いいたしましょう。